Uber Eats が来るまでちょっと前夜祭やってみる。いや今テレビ見てたらアッコにお任せ見せたらめっちゃ笑っちゃったんですけど、あの眉毛太いタレントの井上咲楽ちゃんって女の子のがなんかパンケーキを食べるなんかインスタ映えするパンケーキ、話題のパンケーキを食べてみ試食してみますみたいな感じでさくらちゃんが食べたら、あーなんかスポンジみたいな食感でって言ってて、したらすかさずあっこさんが君はスポンジ食べたことあるんって言ってて、すごいさくらちゃん困った顔してて、そんな意地悪なこと言うかと思ってめっちゃ一人で爆笑しちゃったんですけど、なんでそんなさ言わなくていいじゃんそんな意地悪なこと。マジで人間わからん。人間のか、あ、やばい。人間の考えてることがマジでわかんない。本当に。でも僕も人間だから、他の人たちにとって、この人何言ってんだって思われてんだろうな。申し訳ない。あ、やべ。何やってんだ。ちょっとウーバーイーツが来るのが気になりすぎて気が気じゃなくなってる。2025年に大阪万博がある。大阪万博行ってみたいな。2025年って俺何歳だ、何年後、3年後ってことは32歳。えぐいな。えぐくもないか。その頃には今住んでるこの一人暮らしのマンションを引っ越すというか出たいね。契約金がめっちゃ高くてもう払いたくない。さくらちゃんかわいそうだったな。本気で泣きそうな顔してたもんな。かわいそうにマジで。君はスポンジ食べたことあるって真顔で言ってたもんな。アッコさんもマジで悪気ないから立ち悪いわ。結局ワンキルもできないまま終わります。やばい。ウーバーイーツが50分に届くらしいから、あともう1試合できんな。大阪万博行きたいな。行ってみたいな普通に。あ、勝ったんだ。それすらも気にしてなかった。そんなことより君スポンジ食べたことあるんが忘れられなくて、普通に YouTuber とかと一緒にあの眉毛の
井上さくらちゃん出てるけど、すごくあれですよね、いい子そうで、めっちゃ真面目なんだろうな、普通に顔見てればわかるよね、ああいう誠実さというか。ご飯をめっちゃ美味しそうにたくさん食べる女性ってすごく素敵だと思う。本当にそういう女性の人はいいなって思うな。マックのウーバーイーツをしたんですけど、照り焼きと、エビフィレオと、ポテトとナゲット頼みました。本当は、ハワイアンの、なんとかバーガー頼みたかったんだけど、売り切れってかもう、終わってんのかな？あ、やべ。もう届けに来てるっぽい。3分50分、あ、まだ平気だ。でもスプラ3のこの世界観は私は2より好きだな。なんかすごい色がいっぱいあって、ただ俺のこのスペシャル武器がこれ何をやってるものなのかよくわからん。あ、やばい。よし、いるな。よし、いいぞ、逃げよう。なんかみんな倒すことに必死でちゃんと塗ってないよな。あ、やばい。あ、やばい。報復。これがあれか。これいいな、やりたい。あー、やばい。てか今雨降ってんのかな。ウーバーの配達員の人、ごめん、申し訳ない。あー、やばい、後ろいた。とりあえずスプラトゥーン3と11月だっけ、ポケモン買おうと思ってる。あー、やばい、ちょっと逆転されたか。ポケモンのバイオレットじゃない方かな、ちょっとまだ悩んでるけど、すごく楽しみだな。あ、負けたんだ。
じゃあ、ウーバーイーツ届きそうなんで、ありがとうございました。また、ガンガンでいきます。以上です。